はい、皆さんこんにちは。こんちくわになってるか、こんちくわに行こうから。Hello, hello everyone. Hi, how are you today? さあ、はい、始まりました。今日なんか違うな思ったから、なんだろうと思ったらそう、ヘッドホンだったなと思って、焦ってる感じ。そう、焦ってた。ドタバタと始まりました。さあ、時刻は3時30分もありましたね。ゆゆあわのお時間ですよ、皆様。さあ、MC は私、ゆゆとこの方です。はい、ミキサーのまなみです。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいました。よろしくお願いします。はい、いいですね、今日も順調に、はい、順調に始まりましたね。ちょっとドタバタ、ね、ドタバタ。こんな今日は雨ですけども、はい、そんな雨を吹っ飛ばすような、ね、本当に、はい、晴れてきそうですけど、絶対晴れると思う、ね、うん、晴れる晴れる、はい、弱くなってきてるんじゃない？そうそうそう、まず心なしかちょっとすごくない？雨音が止んだようなすごくない？私すごいなっていつも思いますね、はい、さあ、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより、もう今日も4時まで放送したいと思います、ね、はい、さあ、そんなゆゆもですよ、ちょっとここで、はい、もう始まったばっくりばっくり始まったばっくりばっかりですけども、はい、今ね30分番組なんですが、はい、まあ今後、うん、まあ、1時間枠を目指したいなと思っているところでもいるんですが、はい、さあ、皆さん聞きたいと思いますか？ゆうゆが1時間に移っても、いや、聞きたい、いいかな。耳を澄まして、あ、いいと思うって来てますよ。ありがとう、高本さん、素晴らしい。さあさあ、皆様、こちら今日はさ、4時までですね、はい、うん、お付き合いください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速今日のテーマいきましょうか。はい、じゃあ今日のテーマはフリーです。です。フリーいいですね。さあ、フリーなので、はい、皆さんの、うん、まあ、今日の出来事でもいいですし、うん、なんか今思うことだったり、ね、いろんなことあると思いますが、はい、まあ、そんな何でもいいです、うん。教えてください。何でもいいんですか？はい、ゆうゆうと喋りましょうよ。はい。はい、さあ、だこの番組では、はい、コメント、メッセージも募集してるんですが、はい、なんとちょっとさっき聞くと、ちょっと YouTube 配信がちょっと今、うん、そう、ね、ちょっと YouTube 配信お休みしてるということで、そう、ちょっと聞きました。一旦もしかすると1週間くらい、うん、あ、そうなんだ、できないかなと思うので、その間はツイキャスで、うん、ツイキャスで皆様、はい、お待ちしてますので、どしどしお待ちしております。さあ、この番組は、まあね、YouTube はお休みなんですけどね、はい、はい、ね、ツイキャスで映像と音声をネット配信してますよ。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。はい、またサイマル放送も行ってまして、スマホで聞く場合、アプリのリスラジカ MyTuner Radio をダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことできますので、さあ、動画でもね、リアルタイムでゆうゆうをご覧ください。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日のまなみんもすっごい可愛いんですよ。 ありがとうございます。ゆいさんも、はい、ありがとうございます。さあ、はい、さあ、今日はフリーなんですけども、はい、早速なんですが、うん、ちょっとあの、私、あのイベント告知をちょっと先にさせていただきたいなと、はい、あ、ぜひぜひ、思うんですが、はい、なんと私ゆうゆうですね、このラジオでも出てますし、なんならオリーカフェでも働いてるということでね、聞いてる方も、あ、オリーカフェと言うとごめんなさい。このコメントも言い忘れてた。じゃあ先にそこから行きますか。ごめんなさい、はい、行きましょう。さあ、この番組はドーナツのことならリノワン市キウナにあるオリーカフェ田辺製作所の提供でお送りしております。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか昨日ですよね、まなみね、うん、あ、そう、オリーカフェの名前もすっごい連呼していただいて、はい、ありがとうございます。こちらこそコメントありがとうございます。あのドーナツの一品で、うん、ね、あのぜひオリーカフェを紹介したいなと思ってたんですけど、はい、うん、火曜日が定休日なので、そう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 、すみません、なんかどうしようって思った時に、はい、あの、じゃあ、うんうん、ゆいさんを
通じてちょっと、うん、あのこだわりを聞こうと、はい、思いました。はい、ありがとうございます。私は作ってるわけではないんですがちゃんとオーナーの伊藤氏から、はいはい、聞いておりますよ、うんね、聞いてね、はい、ぜひ、はいね、あのラジオを聞いてくれた方が、ねうんはい、オリーカフェさんにたくさん行ってくれるといいなと思って、うんうん、本当に皆様お待ちしておりますので、なんかね今日最初のお客さんが、はい、なんと石垣からのお越しのお客様で、しかもネットホームページ見て来ました、しかも今日ついてそのまま降りに来たんですか、うん、来たっつって、その足で、その足で、めちゃめちゃ嬉しいですね。嬉しいですね、うん、すごいめっちゃ喜んで、はい、たくさん買っていただきました、はい、そんな、はい、じゃあすごいますます知名度アップしているだからね、私のおかげじゃないかなって思いながら、はい、はい、ということで、はいはい、早速イベント告知なんですけども、はいはい、私ゆうゆうもですね、実は、まあ、エステを普段はしてるんですよ、はいはい、ご存じない方もいらっしゃると思いますが、ね、今日初耳の方もいらっしゃ る, しゃると思います、うん、で、あの6月のですね27日の木曜日になります、はい、木曜日、はい、場所は、糸満市になるんですけども、はい、こちら第1回目で初めての開催になります、うん、はい、でポノマルシェ、心と体が整う、まあ、喜ぶっていうことで、はい、おテーマにして、うん、はい、やっていくんですが、お時間が11時から4時になってまして、はい、で会場ですね、まあ、うん、場所は糸満なんですが、ハワイアンカフェのコアさんにて行います、はい、うん、はい、第1回目そうなんですよ、へ、うん、でまた、はい、ちょっとこちらもご案内したいんですが、ちょっとお待ちくださいね、はい、いいですね、久しぶりのイベント出展じゃないですか、うん、そうなんですよ、うん、はい、またいろいろとこの出展に出た際でのご縁から声かけさせていただいて、今回私も出ることになったっていうきっかけなんですが、なるほど、つながってつながって、そうなんです、ありがたいお話で、うん、で今回あの出展内容もですね、出展される皆様もたくさんいらっしゃるんですが、こちらがですね、3枠に分けてかな、まあワークショップだったり、まあ、占いもございます、うん、でその中で施術っていうことで、はい、私がやる、まあ、ハンドマッサージもそうですし、うん、もうリラクゼーションができるあのエステティシャンマッサージができる皆様もいらっしゃってですね、なんと8ブースが出展します、多い、うん、すごい、すごくないですか、はい、はい、でまたこちらがハワイアンカフェのコアさんになってまして、うん、まあ、聞くとですね、私まだ行ったことがないんですけど、はい、あのハワイアンの、まあ、お食事はもちろんそうだし、うん、なんかボリューミーなんですって、はい、でなんかでテレビでも取り上げられたこともあったりとか、うん、で観光客の皆さんもそうですし、外国人のお客様も結構来る率が高いって言ってました、はい、うん、へー、うん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 、あ、じゃあすごいなんか、ね、イベント当日もすごいいろんな国際食事の方が来そうな感じしますね、うん、たくさん来てほしいなっていう思いもあるんですけど、はい、でまたこれがですよ、イベントへお越しいただいたお客様への特典として、プレゼントもご用意してます、おお、なんと、はい、なんと、でこちらですね、まあ、ワンブース受けていただいたお客様に限るんですけども、はい、こちらの開催場所で使わせていただくコアさんで使える、300円、300円オフクーポンにはなりますが、そちらをご用意しています、はいはいはい、でこちらの、まあ、コアさんでお食事ですね、うん、1000円以上のご注文で利用できる300円クーポンになりますので、はい、うん、たくさんの方にも来ていただいてこちらゲットして、ぜひ楽しんでいただきたいなって思ってます、はいはい、いいですね、うん、こうやってクーポンももらえて、そうでリラクゼーションもしながら、もうリラックスしながら、うん、やばくないですか、はい、そうなんですよ、で、この前この出社医者さんのちょっと今怪しかったでそれでね、うん、で2名の方が今回、はい、あの出社医者さんでいらっしゃるんですけどもそのうちの、さきさんという方と一緒にちょっと打ち合わせでお会いしたんですね、でこの第1回目ということもあるし、うん、そのマルシェの名前がポノっていうので、うん、どういう意味でこうつけたんですかだっていろいろ聞いたんですよ、うん、したらまあポノとは
まあ、ハワイの言葉で、まあ、調和が取れて心の楽しみ、ね、っていう、まあ、心身ともに整えるっていうような、うん、本当にリラックスを目的としてる意味合いになってるんだなってことが分かったんですね、うん、なので、まあ、今回この、まあ、テーマとしてはもうリラックスしてほしいっていう思いがすごくあって、うん、はい、はい、なのでもうたくさんね、もう今のご時世絶対みんな疲れてるじゃないですか、うん、はい、そうですよ、人間多忙ですよね、うん、そうそう多忙な、だから、はい、この私もゆうゆうもね、まあ、癒す側なので、うん、実はだからもう本当に癒し、もう男性もね、うん、女性男性、そしてまあ家族連れのお子様も一緒に来ていただけたら嬉しいですね。ワークショップもあるので絶対楽しいと思います。ああ、うん、いいですね、いろいろね体験のできるブースもあるってことなので、うんうん、はい、で聞くところによるとなんと目の前海が眺められる場所に位置してるそうなんですよ、めっちゃ癒されそうですね、よくない、行くだけで行くだけで絶対癒される、楽しそう、はい、うんうんうんです。なので皆さんこちらぜひぜひチェックしててください。はい、で、駐車場もあるんですけども、うん、こちら駐車場が、まあ、コアさん専用の駐車場が、まあ、2台になってるんですけども、うん、はい、そちらとはまあ別に、ご用意はしてます、うん、まあ、近くに近隣の駐車場ありまして、うん、そちらもご案内させてください、うん、こちらがですね、少々お待ちください。はい、なんかまなみもこういったなんかイベントとかにも、はい、うん、あの足運んだりとかもしたことある？前はしてました。最近はちょっと行ってないんですけど、うん、あ、そう、多忙で、多忙で、あ、もう だからこそちょっと受けてほしいね、最近寝てますねねえ、はい、本当にたくさんいろんなマルシェもね、うん、よく聞きますけど、そう、マルシェの数はなんかすごい増えてるじゃないですか、うん、増えてるよね、そうそうそう、わかる。なのでちょっとね、うん、なんか気になるやつばっかり、さっきちょっと別の番組収録してた時も、実はなんかそういうマルシェみたいなイベントがあって、はいはい、そのパーソナリティさんが出展するっていう話で、あ、そうなんだ。 その方はなんか公民館でやるイベントだったんですけど、おなんかいろんなところでやるんだなと思って、ね、たくさん今してるから行きやすいですよ ね、うん、ねで結構イメージとしては週末にあるイメージだったけど、はい、今こう平日だったりっていうのも、平日もあるっていうのがちょっと意外、うんうんうん、結構やってるところ聞きますよ。あ、そうなんですね、うん、だから私も今回は平日にあるイベントは初めてなので楽しみです。はい、はい、そしてさあその駐車場ですね、駐車場のご案内ちょっとさせていただきたいんですけれども、はいはい、まずコアさん専用の駐車場、まあ、こちらは2台しか止められないんですけども、うん、その他にですね、その場所から近くにあります南浜公園管理棟がある中央駐車場、うん、でもしくは市役所側の駐車場で、その奥側の駐車場お、結構ありますね、結構あるので、うん、ちょっと徒歩多分 3,4 分、うん、もしくは5分ぐらいの距離だと思うんですよ、はい、会場から、はい、なのでそちらに止めて、歩いてきてください、うん、はいね、じゃあもう車で行っても全然大丈夫、うん、大丈夫です、はい、うんうん、なので天気晴れるといいですね。そうなんですよね、うん、一番ね、ゆうゆさんがいるからでも大丈夫じゃないですか。晴れると思います、うん、まあ雨でも、うん、なんかこのなんか優しい雨だったりあるじゃないですか、はいはいはい、うん、ね、そういうのもね楽しめると思う。そう、ミストみたいな、ミストぐらいがいいよねミストぐらいの優しい雨が痛いやつだったらちょっと嫌だけど、ね、この、うん、はい、なのでこちら6月27日の木曜日ですね、はい、皆様ぜひちょっとこちらチェックしてください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとコメントがたくさん来てるので、嬉しすぎる、はい、嬉しすぎる。じゃあ、はい、CM の後にコメント読みましょうか。はい、はい、ありがとうございます。え、結構来てるんだ。あ、そう、結構来てました。嬉しい。嬉しい、嬉しい。あ、まゆさんも来てる。え、マダム星じゅんさんって。そうそう、マダム星じゅんさん。じゅんさんじゃん。嬉しい。はい。そうそう、じゅんさん、なんか最近、ようやく、あれができるようになったらしくて、うん、ツイキャス。はい。結構いろいろコメントくれました。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。イエーイ。そうだよ。あ、これ、これですね。あ、そうそう、そこですそうで、コメント読み終わった後、もしあれだったら音楽、後ろでかけてる話とかも、あー、ありがとうございます。あ、そうだそうだそうだ、その
問い合わせは、あ、問い合わせは来週にしよう。あ、大丈夫ですか。はい。さあ皆様、後半戦がスタートですね。なんて早いんだって思いながらも、はい、あっという間すぎる。はい、じゃあコメント、まずはヤンキチさんから、ゆうゆうさん、ご無沙汰、コンバースデー。コンバースデー、なんかこう覚えててくれてるのがめっちゃ嬉しい。本当ですよ。懐かしさを感じますね、でもね、ギノワンにリターンしてきました。あたしだっけ。そしてナルトラさん、お疲れ様です。お疲れ様です。そして、沖縄大好きさんがこんちくわね、こんちくわ。高保さんもこんにちは。こんにちは。そして、ゆうゆうさん、ゆうさんさんゆうさんさん新しいリスナーの皆さん、こんにちは。あわー、お疲れ様です。ありがとう。そしてタミーさんも、ゆうゆうまなみんウィースって、はい、ハイサイからもうステップアップしましたね。ウィースになりました。ウィース、お友達みたいな。だからね、だからね、そんな感覚私も。そしてマダンバシジュンさん、はい、ゆうゆうさん、こんにちは。こんにちは。やっとコメントできるようになりました。おめでとうございます。いつもながらのいい笑顔。嬉しすぎる。そう、マダンバシジュンさんね、いつもゆうゆうさん見るたびになんか笑顔を浮かしてもう、なんかラジオを始めた時に、そのご報告した時にも、もういるだけでいいみたいな、笑ってるだけでいいって言ってもくれるだけでもめっちゃ嬉しかったんですけど、褒め言葉でも、ね、でもラジオだから喋らないといけないからなと思いながらこの辺がちょっと難しいです、はい、でもそう言ってくれるのはもう本当にありがたく嬉しく受け取っております。ありがとうございます。はい、そしてまゆゆさんからも続々とめっちゃ嬉しい。まゆゆさん、はい、ありがとうございます。ゆうゆう、あれ酒焼けかって言ってます。もう地声です。地声地声です。そしてあかっちゃんさんからも、はい、ゆうゆうさん、まなみん、リスナーの皆さん、こんにちちょいと。こんにちちょい。はい、そしてまゆゆさんが友達にムーミンって言うでしょ。たぶんミーってことですかね。私ミーってことです、なんか今日髪型がミーみたいな、ミーみたいな言われたことあります。あります。声だけは違うけど。はい、ムーミンはきっといます、私の友達に。はい。そして、あ、山内さんから、はい、今日は何でも、話していいよってことだったので、山内さんが今ずっと考えてるのは、どんなったらお金稼げるかなって思ってる、ゆうゆうなんかいい方法ないかな、グレーゾーンな商売でもいいよってグレーゾーンはちょっとおすすめしませんけど、知ってますよ、私、いいのは知ってますよ。あ、そうなんですか。もし聞きたいのであれば、はい、ご紹介しますけど、はいはい、耳寄り情報はあります。はい、はい、そして、あ、石ころさんからも、チョースって言ってます。あ、ひふみさんも。いや、珍しい、なんかこの時間で珍しいですね。本当だね。ひふみさん、起きてるっていうか、まあ、トイレ休憩かな。ついに来たと思って。確かにいつもなんか聞けないって聞けないって前ね言ってたけど、そう、なんかこのみんなのラジオのコメントで、ひふみさん言うじゃないですか、ごっくんちょとかね、決めセリフを、私のところにも来ないかななんて待ちわびてたところに、なんと一言のよ。いいんですけど、ごっくんちょのごの文字は ごもなくよ。ありがとうございます。はい、あ、今日すごい、なんかめっちゃ何何ちょっと QG スムースやばい。 Thank you so much、 Thank you so much。 今日朝ね、あ、そう、はい、QG スムースさんの番組でおなじみの、はい、スムースさんからもやっとリアルタイムで見れました。嬉しい。 You アワード。ありがとうございます。もうついに昇格したなっていう気持ちたくさんいっぱいです。アワードいただきました。いいですね。じゃあ、ね、そのうちゆうゆうアワーからゆうゆうアワードアワードD, D ね、 D, D が必要。 Thank you so much。 そしてりょうさんからもりょうちーん、チャースって来てます。チャース、すごい、めっちゃ嬉しい。何ですか、今日は何の日だろう。ほら、もう雨も晴れたし、すごくない。さすがゆうゆうさん、すごい、すごい、はい。読みません。トイレ休憩だったということで。トイレ休憩だったんですね、はい、よかった、ショーで。はい、嬉しいですね、すごい、いや面白い、うん、あ、そして
もうちょっと今ほっぺたが痛くてそうなんですよ高坊さん、はい、ね、これでいいのかなって思いながらもありがとうございます皆さん、はい、めっちゃ嬉しいな、うんうん、ということで、うん、じゃあちょっとここで、はい、今日実は初めて後ろで音楽をかけてるんですよね、はい、うんうんうん、この曲歌ってる方たち、はい、まあ、ユニットなんですけど、うん、まずあの私のお友達がですね、はい、光るというあのユニット名で、うん、あの歌手活動を今頑張って動いてるんですが、はい、うん、毎年に1年に1回ワンマンライブも開催してまして、はい、去年ですね、はい、なんとゆゆもこの2人のステージで、うん、バックコーラスとして関わりまして、はい、初めて、うん、やったんですけども、うん、出たんですけど、うん、会場がモッツだったんですよ、茶壇町にあるモッツで、はい、で、まあ、今年も開催するっていうことで聞いてはいるんですよ、うんうん、でこちらのご案内もぜひ、はい、近くなったら、うん、まあ、詳細決まったらさせていただきたいなと思うんですけど、うん、私この歌ってるボーカルのリリちゃんって言うんですけどね、はい、その彼女たちと出会ったことからいろいろと変わったっていうこともたくさんあって、うん、あ、いろんなきっかけに、じゃあそうきっかけもあるし、うん、そのまあ、今聞いてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかね、まあ、心に響くんですよ、うん、リラックスももちろんするし、うん、涙流す人ももちろんいるしっていう本当不思議な感覚がね詰まってる歌声を歌う彼女たちで、はい、すごいんですよ。ね、なんかそれこそ、うん、最初にちょっと リラクゼーションみたいな話をしたじゃないですか。うんうんうん、なんかこの曲を、ね、歌ってることでなんかさらにそう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 できそうな、確かにすごい落ち着いた音楽、うん、そうなんですよ。うん、でやっぱその私の周り結構こう歌手活動をしてる、はい、音楽に携わってる方が結構多くて、うん、でその方たちの、まあ、歌声も一緒に届けてもいきたいなっていうことも考えてますので、はい、今日は光のお二人が歌ってる歌を流してますが、はい、はい、ね、ぜひ、はい、また、はい、聞きながら、はい、次もまたお楽しみにしていただきたいなと思います、ね、どんどんかけていきますので、うん、はい、はい、初めましての方からまたコメント来てます。嬉しい。モンチ96、はい、なんと、はい、はい、そうなんですよ、主催者さん、はい、ですね、はい、イベントのイベントの主催者さん、さきさんでしょう、はい、さきさんですよね、はい、で会っていたら合ってますか、コメントください、はい、初コメントです。うん、本当のゆうゆうアワード、ありがとうございます。アワードになってます、アワード楽しみにしてました、はい、ゆうゆうさんの声聞いていて元気もらえます、嬉しすぎる、嬉しいですね、嬉しい、すごい、めっちゃ嬉しい、続々、うんうんうん、でまたこのイベント情報、今日告知したイベント情報もまた来週にもお届けしたいなと思うので、はい、その時にまた、まあ、お問い合わせ先などもその時にまたご紹介したいなと思いますので、はい、はい、今日気になる方はぜひそちらから、ね、じゃあ来週の情報をちょっとお楽しみに、うん、お楽しみにしててください、うんうん、はい、ありがとうございます、います、お菓子ランドさんからも、はい、ギノワンダフォーお菓子ランドです、遅れましたが放送頑張ってくださいね、ありがとうございます、はい、うん、あ、もんちさんやっぱりはいって来てますね、え、うん、ありがとうございます、嬉しい、ねえ、だってなんかこのイベントの主催者さんとかもこうやって送ってくれるの嬉しいですね、うんうん、めっちゃ嬉しい、コメントで、うん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 、で今ねこのイベントの、まあ、フライヤーを作成中だと思うんですよ、はい、で、まあ、出来上がったら、うん、またお持ちしてのちょっと画面でドーンって、うん、ちょっと見せたいなと思うので、ぜひぜひ、はい、はい、ですね、愛知にいる S 君にも聞かせたいラジオね、聞いてますかね、聞いてますかね、じゃこの曲を今日はずっとかけながらそのままエンディングいきましょうか、はい、うん、はい、もうそんな時間、めっちゃ早いですよ、はい、今ひふみさんがこのモンチ96さんに、うん、ひふみずファンにも告知できてどうだろう、モンチさん、はい、お時間9時から、夜の9時からですね9時から大丈夫であれば1時間半くらいなんですけど大丈夫ですかねいかがでしょう、またそちらもね、うん、でもね、代わりにゆうゆさんがもしあれだったらちょっとでもね、はい、裏番組でちょっとかぶってるんですよ、そうですね、うん、だけどひふみさんがね、うん、なんか途中から抜けてどうのこうのって話はあったけど、うんうんうん、
それができるんだったらなんかそこは要相談で要相談ですね、はい、ふみさんふみさんありがとうございます。はい、ということであっという間にもうフリーの時間、もうフリーだね。なんかもうなんかフリーの話、山内さんの話のみでしたけど、でも山内さん今日も朝から、はい、もう会えたことに私はハッピーですよ。あ、よかったですね。会ったんですよね朝そうイケメンかと思ったなと思ったらそばからもイケメンからさ、はい、声かけられてさ、はい、サンドイッチでした。イケメンのサンドイッチイケメンのサンドイッチもうガシャ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 ってなってさわからん、わけわからんかったけど、嬉しい悲鳴でしたか。はいはい、ありがとうございます、ね、来週もぜひ皆さんお聞きください、うん、はい、来週も聞いてくれるかな。いいと思う。夢があれば誰よりも輝ける。これこっちで動かないんですが、はい、ありがとうございます。幼稚大沖縄大好きさん、ヤンキチさん、サカボさん、マユさん、タミンさん、そしてひぐみさん、はい、もんちさん、お菓子ランドさん、さあ、でもめっちゃ嬉しいよ。なんかすごい、キューゼスモース、Thank you so much。 さあ、石ころちゃんさあ、山内さんもありがとうございます。やばい、かっちゃんさんもね、はい、また来週もお待ちしてますよ。まだましじゅんさんも本当にいつもありがとうございます。超嬉しい。武蔵さんもありがとうございます。さあ、ナルトラさん最後の最後でありがとうございます。さあ、またみんな来週も聞いてね。いいと思う私の声しか聞こえない。皆さんの声がありがとうございます。じゃあ終わります。はい。